で怖いばあちゃん。うわー、やばい、ここ物についてて怖い。おお、すごい。かのです。のあです。始まりました、 TGC。 イエーイ。はい、今回はですね、ハロウィンイベントやっていきたいと思います。やったー。私たちが着る衣装は、私がシスターで、はい、私がポリスを着ていくって感じなんで、まあその衣装も考えながら、ケズメイクしていきたいと思います。はい、はい、そしてまだチャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。それでは動画スタート。はい、では早速やっていきたいと思います。はい、やったことある？ないんだよね。ケズメイク初？初。ハロウィンは？ハロウィン、ハロウィン、いや、あるんだけど、あのなんか血のりとか使ってやったことあるけど、友達にやってもらったんだよ。あ、なるほどね。ちょっとだけ、なんか、あ、私もね、キズメイクやったことはあるんだけど、最後にやったら高校生ぐらいだから。そうだよね。やって2年前とか、うん、で、もう本当に適当にやってた感じだから、しっかりやるのはちょっと初めてかもしれない。何からやっていけばいいんだろう、まず。とりあえず私は自分で持ってきた、あの暗めのマットっぽい感じの、マックのリップを一応持ってきた。おお。ズーとかで使えるかなとか思って、暗めだけど持ってきてます。すごい、あ、そういうこと。アザのあれに、え、そうそうそう、みたいな。私カラコンまずつけたいから、カラコン外そうかな。え、これ見えなくならないのかな、白く視界が。ね、なりそうだよね。変わりそうじゃない。このカラコンつけること自体初めてかもしれない。え、初めて。私は白のカラコンつけます。え、両方とも。え、私片方つけようかなと思って、うん、え、なんかこういう風にしようっていうのはついてる。そうそう。え、マジでわかんない、どうしようかなと思ってる。でもとりあえずかのは本当に初めてだから、あのあちゃんの真似しながらやっていこうかな。なるほどね。あ、ちょっとほんわかぼやけるかも。あ、ぼやけるんだ。もうすごい。見える、全然見える。わあ、え、もうこれのハロウィンじゃん、うん、ね、それ片方開いてる。あ、開いてるよ。使ってもいいよ。見せて見せて。うわー、ほんわやじゃん。すごい。結構できるの。みのちゃん直接塗ってました。あの、こうやって綿棒で。あ、綿棒で。うんうん。これ開けてですか。うん、そうです。え、鼻血みたいなってこと。そう、え、終わったんだね。とりあえずティッシュ使っていこうかな。汚くしようかな。え、もう豪快に行こうと思う。この範囲にティッシュを置きたくて、ここに大きく傷作ろうかなって思ってる。まずキラキラしてんねんな。何のさ、コスプレしてた高校の時。ね、中学からやってて、囚人とナースと、あと、なんか学生のボロボロみたいな、あのその辺やってた。なんか唯一、あのポリスだけ着てなかったって感じ。じゃあ、タトゥーとレッパーがいたんすけど。トマちゃん、それ何？これですか？つけまのりです。あー、つけまのりで、そこにティッシュを。え、そう、とりあえずつけていくみたいな。初めてすぎて。高校の時、制服にめっちゃ血のりつけて。え、わかるわかる。やったりはしてない。そういうのスタートだったかも。こういうことだ、こういうことだよね。こう、こう。ばあちゃん、ティッシュあるだけでめっちゃリアルやね。ティッシュだいぶ変わる。うん、めっちゃ変わるね。すごい。おお。あればいい。ばあ、痛そうに見える。痛そうに見える。あ、なんか大丈夫そう。え、ティッシュのやつかもね、ルーキー。やってみた。どこにつけよう。こっち側のね。つけまのりだっけ。お、そう。まずホップに塗ってくるんだよね。そう。あ、でもその前に、あの、シャドウで暗くしちゃった方がいいかも。これぐらい？もっと？もっと？え、なんかさ、口裂けたいんだよね。口裂けさせるとなんでってやるの？ペンに書くのか。コンシーラーで作ろうかな、じゃあ。東京のハロウィン感じたことないんだよな、まだ。かな？うん、切ってくるの？うん。どこ？ここ。あー、怖い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 。ねえ、切れない、怖い。切れない。あー、やばい、ここ思いついてて。だってこれさ、だんだん喋れなくなってこない？これ貼ってるところによって。うん。痛い。痛い？痛くなってきた。待って、笑わない、笑わせないで、本当に。このいつからハロウィンメイク始めた？
いや、ハロウィンメイクをね、ガチでしてない、したことないんだよね。なんかまだ可愛さがある状態みたいな。そう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 、もう分かる。普通に本当にカラコン変えるだけとか、ちょっと口で裂けさせるとか。全然裂けないのこれ。ふってするの、あそこにシナリオつけるってこと。あ、そうそうそう、全然難しい。難しい。うん。それ、食べたいって忘れてしまった。あ、取れてる。え、すごい、取れてきた。そう、え、すごい。あと何やればいい？全然まだまだなんだけど。まだまだ可愛い？うん。何足せばいいか分かんない。可愛すぎる、こんな。どうしよう。何がいいと思います？目からチーズがすごい好きだけど。ああ、いいね。めっちゃ黒いわ。肉出ちゃったね、これ。うん。すごい。怖い。怖い。こっちが怖い。ギュッて、一番深いところが黒いから、うん、なんかちょっと、わかんない。おぉ、すごい。笑えないのよ、また。いいですね、皆さん。いい感じで。とてもいいですよ。ハロウィン、ハロウィン。ありがとうございます。終わりました。着替えていきます。あれ、終わった？終わったよ。 OK。 はい、ということでメイク完成しました。そしてコスプレにも着替えてですね、こんな感じでハロウィンの準備は万端ということで。ギャルだね。ギャルか、これ、うん、なんかさ、みんな言ってたじゃん、囚人だけ覚えて。いや、違う、ごめんごめん、なんか言ってた。違う、これシスター。シスター、シスターとか、ルナちゃんなんだっけ、ドラキュラ、ドラキュラとか、いろいろあって、何にしようかなって、いろいろ考えて。なんかそしたら白にいそうなギャルとか言われる。でも似合ってるよ。あ、ほんと？うん。でもこれガチで怖い、まーちゃん。ほんと？うん。でも似合ってるね。いけるね。違う、これから盛り上がらないといけないから。あの、ルナちゃんとリノもね、もうコスプレしてメイクも準備万端なんで、うん、ハロウィンパーティーみんなでしていきたいと思います。はーい。ということで、今回も動画を見ていただいてありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。で、これって鼻にあるのむずいですから、ちゃんと検出されないかな。いや、でもこうやって押さえておけばそれ。いや、できるできるできる。本当に本当本当。あー、隠してるやつ。違う、いや、よくやってる。終わらない、終わらない。